無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいならいっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。ダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音、砲声か。